優勝記念パレードのスタッフジャンパーメルカリで売られる。大阪の御堂筋で23日に行われたプロ野球阪神とオリックスの優勝記念パレードでは、大阪府市の職員約2500人がボランティアで警備や案内役を務めた。参加した職員は着用したスタッフ専用のキャップとジャンパーが特典でもらえる。共に両球団のリーグ V ロゴマークがプリントされたレアもので、オークションやフリマアプリへの出品の禁止通達は職場ではなかったというが、複数の男性職員が社会通念上やってはならないことと公務員のあるべき姿勢を示した。それでも午後5時頃にはスタッフジャンパーと帽子がメルカリ上で複数の出品が確認され、セットで7700円で売れたケースもあった。くさ、日報代わりじゃなきゃやってらんねえだろ。まあ全員返却にして売ったやつあぶり出せばいいんじゃね。ホームってそういうことだろ。ホームじゃない、文句言うなら給与払え。大阪はやったもん勝ちや。もらったものをどうしようと勝手だろ。ボランティア出たら働きさせたんだから、そのくらい許してやれ。ただまだ空きだったんだから売らしてやれや。日給1万か、手当てにはちょうどええ。副業、休日出勤手当も狙いならこれが普通だと思う。しかし製造団体での製造番号が見えないとこにあって、すぐに後でも全員出品しても全員同じ価格で売れないよな。安くなった人はかわいそうじゃん。借り出されたのは公務員じゃなくてただのボランティアだからな。フリマ出品に文句言う方がおかしいね。一心さん、もう使う機会ないんだし、どうしようが勝手だろ。ボランティアでやらせてんならそこは諦めろ。日当なり客が出てまた別だが、こういうの東京五輪の時にもなかったか。需要があるから供給がある、資本主義の根幹。これイベント会社のスタッフも着用してんちゃうの。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。